マレー沖海戦は、1941年12月10日に、マレー半島東方沖で発生した日本海軍とイギリス海軍東洋艦隊との戦闘です。この戦いは、航行中の戦艦を航空機のみで撃沈した世界初の事例として記録されています。イギリス海軍の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスが撃沈されたことで大きな衝撃を与えました。1930年代から始まる日英間の緊張は、資源確保を目的とした日本の南方進出計画によって高まっていました。イギリスはシンガポール要塞を中心とした防衛計画を立て、日本の脅威に対抗しようとしていました。しかし、チャーチル首相の強い要求により、最終的にイギリス海軍は、キング・ジョージ5世級戦艦、プリンス・オブ・ウェールズ、レナウン級巡洋戦艦、レパルス、などを中心とする G 部隊をマレーへ派遣しました。日本は、先制攻撃として、真珠湾攻撃を決行し、その隙に、東南アジアの石油資源を確保する計画を進めていました。マレーとシンガポールにあるイギリス拠点の占領を目指し、大規模な部隊が移動し始めました。一方、イギリス東洋艦隊の存在は、日本にとって予期せぬ強敵となりました。特にプリンス・オブ・ウェールズは、当時の日本戦艦にとって、圧倒的な脅威でした。日本海軍は、真珠湾攻撃に、ほぼ全ての戦力を割いており、残された艦隊は貧弱なものでしたが、イギリス東洋艦隊を放置するわけにはいかなかったため、日本は航空機を駆使した攻撃を計画しました。12月10日、6時25分、日本軍は陸上攻撃機9機を索敵任務に投入。攻撃隊も各基地から出撃します。7時55分、サイゴンから攻撃隊が出撃。8時14分と8時20分に、ツルムから攻撃隊が出撃します。一方のイギリス艦隊は、12月10日、午前8時15分、偵察機を発艦させて偵察しましたが、日本軍は存在せず、午前10時30分頃、シンガポールへの帰路に着きます。日本軍もイギリス艦隊を発見できず、攻撃部隊はシンガポール付近まで進出します。11時13分、日本軍の攻撃隊が、サイゴンに引き返す途中、機関中のイギリス艦隊駆逐艦を発見。爆弾2発を投下しましたが命中せず、駆逐艦の位置を打電します。11時45分、日本軍の索敵機がイギリス艦隊主力を発見し、司令部に打電。司令部は攻撃隊に電文を送り、攻撃隊はイギリス艦隊に殺到します。12時45分、日本軍の攻撃隊8機は水平爆撃を実施、爆弾14発が投下されます。最初の1発が巡洋戦艦のレパルスに命中。甲板で爆発し、多数が死傷します。日本軍は次の攻撃隊、16機が到達。縦に分かれて、レパルスと戦艦プリンス・オブ・ウェールズに雷撃を行います。レパルスは、艦長の巧みな装甲で、8本の魚雷をすべて回避。午後1時14分、プリンス・オブ・ウェールズに5本の魚雷が接近、2本が命中します。命中した魚雷は、プリンス・オブ・ウェールズに重大な損傷を与え、速力は20ノットに低下します。1時20分、日本軍の次の攻撃隊8機が戦場に到達。1時27分に魚雷7本を投下しましたが、レパルスはすべて回避します。続いて日本軍攻撃隊4機は、プリンス・オブ・ウェールズを攻撃し、魚雷4本命中。5機はレパルスに向かい、魚雷1本が命中、浸水させます。さらに6機がレパルスを攻撃し、魚雷数本が命中。レパルスは、浸水が激しく、午後2時3分に転覆して沈没しました。数本の魚雷が命中した、プリンス・オブ・ウェールズは、航行不能になり、艦尾から沈み始め、艦中央と艦尾では、火災が発生し、惰性で動くだけの状態になります。そして午後2時50分、プリンス・オブ・ウェールズは、左へ転覆し艦尾から沈没。マレー沖海戦は日本軍の勝利に終わります。マレー沖海戦の勝利により、日本は一時的にイギリスの東洋艦隊を無力化し、南方戦線における優位を確保しました。しかし、この戦いは戦艦に対する航空機の有効性を世界に示すこととなり、海戦の概念を変える一因ともなりました。マレー沖海戦は第二次世界大戦中の重要な転換点の一つであり、その後の太平洋戦争の展開にも大きな影響を与えました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。